トルコ・シリアで大地震。今私たちができることを、マッシブ・アースクエイク・インターキー&シリア、ホワット・エ・カンドゥーナレコメント欄に動画のタイトル英語、韓国語に訳してます。ぜひ見てください。The title of the video is translated into English and Korean. In the comment section, please take a look.コメント欄へ同様3位対する4を、韓国オロボンヨクハゴイスプニダ国場ジュセヨ。6日未明にトルコ南部で相次いで、発生したマグニチュード7を超える地震では、多くの建物が倒壊しました。国境を接するシリアと合わせて、甚大な被害が出ています。復興支援とは、災害や紛争などが起こってから数ヶ月後に行われ、災害に遭った人々が自力の生活へと、移行できるようにサポートするためのものです。当日から3日後あたりに行われるのは、人命の救助や瓦礫の撤去といった緊急支援となります。災害に遭った後は、命が助かったとしても家を直して住む場所を確保したり仕事を確保したりしなければ普段の生活には戻れません。復興支援には以下のような種類があります。栄養保健衛生、生計向上、教育、心のケア、家屋修復、地雷撤去、地雷教育、再発防止予防。復興支援をすることは簡単なことではありませんが、長期的なサポートが多くの人を救います。日本の震災直後、世界各国地域から日本に対して数えきれないほどの励ましのメッセージをいただき、支援の手が差し伸べられました。救助活動には数多くの国から支援を受けて、日本は復興しています。日本各地の被災者の方々を勇気つけました。今こそ恩返しをする時だと思います。一人一人が被災地の現状を知り、被害を受けている方たちへの支援を行ってみてはいかがでしょうか。